このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。お前もドラゴンボールを狙ってるんだ。いいぜ、俺が相手してやるよ。ドラゴンボールは私のもんだよ。死にたくなけりゃ消えな。データにはない強い力を感じる。なんだこいつは。こんな人造人間は俺の時代にいなかった。もうあるはずのないドラゴンボールの反応が突然現れた理由はわからないけど、もし本当にドラゴンボールが存在するのなら人造人間たちに渡すわけにはいかない。もう殺しちゃってもいい？鬱陶しいからさ。お前の好きなようにはさせないぞ。ドラゴンボールの反応はこの後だ。ドラゴンボールか、面白そうじゃないか。どんな狙いにしようかは考えたんじゃないか。特に興味もない、面倒なことをしたくないんだけど。そう言わないのか。何でも願いが叶うらしいからな。お前の新しい服だって出してもらえるかもしれないよ。へえ、それは悪くないな。行こう。やれやれ、またお前か。ホリナな、お前を破壊するぞ人造人間。やりましたね、さすがです。なんて攻撃だ、予想以上だ。驚いた。やるじゃないか。驚いたな。ここまで強いやつがいるなんて。簡単にいくと思うなよ。ふざけやがって！へえ、なかなかのもんだね。ずいぶんはしゃいでくれるじゃないか。でも、そろそろこっちの番だよ。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。冗談じゃないよ、こんなの。強いじゃないか。
りのドラゴンボールもあと少しです。頑張ってください。ドラゴンボールか、そんなものなくとも私は完全体になりさえすればよいのだが、誰かを生き返らせたりされても面倒、集めて破壊するのもいい。俺は未来を変えられないのか。力を隠していたなんてね。